とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたね。今日は攻略をやっていきたいと思います。まだ4周しかしてないので、まあ、これ以上いいのもあると思うんだけども、とりあえず、行きやすいやつを紹介しますね。で、今回のタワー、いいの出るかもしんない。さっきのやつで、これ出たんですよね。達人の刀のリフレッシュさん。これ使えると思う。うん。今回はちょっと報酬が期待できるかもしれません。では、まずは1階から11階かな。ボスまで攻略していきましょう。それではまずは1階です。今回1階、2階、3階と結構敵が多いです。で、まず最初にエンチャントを入れておいてください。それがこれ、働き鉢ですね。働き鉢で蜂を召喚すると結構戦いやすくなります。つけておいてください。で、まず、1回ですね、エンチャンター3体出ます。まずエンチャンターを倒してください。エンチャンターを倒さないとちょっとめんどくさかったので、まずはエンチャからですね。エンチャを倒して、その後にザコを倒す。まあ、そういう順番で、やってみてください。とにかくこのエンチャンターが、鬱陶しい。うん。こいつをね、エンチャかけられると、ダメージがね、もろに上がっちゃうんだよね。なので、まずは倒してください。まあ、今もね、2回3回蜂が召喚されたと思うんですけども、この蜂がね、とにかく便利です。うん。タワーは蜂はね、ものすごくいいので、つけましょう。で、蜂はね、とりあえず1でいいです。1。発動率 20% なんですけども、それで十分だと思います。で、ここね、まずは俺こっちに行った方がいいと思う。うん、あそこそのまんまいると、敵がものすごく湧いて、蜂の巣にされる。まあまあ、うん、蜂の巣にされるんだよね。なので、あそこにそのまま行って戦うっていうのはおすすめしません。一度こっちに移って、体勢を立て直して、ある程度ね、近接の敵を倒してから向こうに向かった方が安全かなと思います。まあダメージは食らうよ。絶対食らう。だけども、一気に突っ込んでいくよりも絶対マシなので、こういう戦い方をした方がいいです。で、うまいことね、最初の敵を倒したあたりから、蜂が出てきてくれると、ものすごく戦いやすくなる。うん。でもまあ、発動率 20% なので、まあ、そこそこなんだよね。うん。100% 発動してくれるわけじゃないので、まあ、そこは運が若干絡みますけども、まあまあ、1体2体ぐらいは、発動できると思うんで、とにかく蜂は、入れておいてください。1回から。うん。1でいいのでね。で、クリアです。で、ここでこれ、バーストクロスボウ。これをね、もう最後まで使っていきます。やっぱり、タワーでは、バーストクロスボウとか、乱射の弓か。あれがものすごく重要になってくるんですよね。おすすめです。で、バーストクロスボウに、これ、長弾を入れてください。とにかく長弾が優秀なので、絶対入れるようにしましょう。で、ここも敵が、多いです。ど真ん中に突っ込んでいくと、どうしてもやられちゃうので、まずは、近接の敵を、遠距離から離して、徐々に倒していくっていう方法を取った方がいいと思います。うん。遠距離と同時に来るとね、どうしてもね、やりにくいんだよね。なので、そこは注意です。まあ、うまいことを、蜂が出てきてくれれば、またちょっとね、立ち回りも変わってくるんだけども、蜂出ないな。蜂出ないな。でも出るとき出ないときあるからね。そこはもう仕方がないっすよ。うん。そこは若干の運が絡むとは思います。はい。3回クリアでーす。まだね、弓は使いません。46本。矢がね、出やすいとき、出にくいときあるので、まあ、そこはちょっと差がありますけども、はい。あんまり出なかったっていう体で、行きたいとは思います。で、次ですね。あ、で、ここ。これ。ボーナスショット。1入れてください。ボーナスショットがあるとね、結構違うんですよ。なので、おすすめです。んで、
ここもね、あの矢がたくさんあれば矢を使ってどんどん倒していっていいんですけども、矢がまだね全然出てないなっていう時にはある程度近接で戦っていきましょう、うん、でどうしてもこいつらがねうざいっていう時は、矢を使っていいです、うん、まあ、そこまで渋らなくてもね全然大丈夫とは思うんですけども、まあ、極力、ボスでね使いたいので矢は温存していった方がいいです、うん、でもまあまあ危ない時にはもう全然ねガシガシ打っていってください。あとちょっとかな。はい、4回クリアです。とにかく最初の方がこのね雪のステージばっかりで鬱陶しいので、うん、この雪のステージをまずはね抜けたいところ、十何回かまではね。でここが敵多いです。でクリーパーがめちゃくちゃ来る。なのでこの手前でもうここはねもう矢の数は気にせずにガシガシ倒していきましょう。うん、とにかく長男が効いてるのでこれでねバンバン倒していきます。そうか、ここでね長男を3までしていいです、うん、3にすると発動率が 60%、 もうかなりの確率で、敵に跳ね返っていくのですごく使いやすいですね。はい、これね真ん中に行くとねどうしてもクリーパーにやられちゃいがちです。なのでここはもう安全にねこの入り口のところで戦ってください。これ間違いないです。よし、あと1、2体、倒した。こんな感じですね、まあ、とにかく突っ込まない入り口のところで戦うっていうのを徹底してください、ここは何も必要ありません。では行きましょう。でここもねクリーパー多いんですよ。クリーパーと、この雪のゾンビ、うん、この凍結を食らっちゃうとねどうしてもクリーパーを食らっちゃうんだよね。なので極力、矢を使う、もしくは今みたいに蜂が出てきてくれればラッキーです、うん、蜂が出ればラッキー。あいつが突っ込んでくれて、クリーパーを巻き込んでくれるのですごくいいんだけども、まあ、そんなにね期待値は高くないとは思ってください。基本的にはこの弓だね、弓でガシガシと戦った方が安全です。下に多分あと1体いるんじゃないかな。あ、いないか、長弾で多分一緒に倒してた感じか。出ないね、さすがに発動率 20% は結構渋いか。6回クリアでーす、まだちょっと雪のステージがねあるんだけども頑張っていきましょう、でここはねこの虚無剣でもいいし斧でもいい、どっちでもいいとは思うんですけども、まあ、俺のおすすめは斧ですね。こっちはちょっとねリーチが短すぎて俺は使いにくい。火力はこっちが上です、まあ、とにかく俺は斧を使います。でもちろん鉢ですね、重要です。鉢だけは入れておいてください。でここもねちょっと立ち回りが難しいです。ここら辺にいるとこの壁にね雪が当たってそこそこ安全に倒せるんですよ、うん、でここ倒してるうちに出ないな結構蜂出てきてくれるんですけど出ないな。大体蜂が出てきてくれて うまいこと立ち回ってくれるんだけども今回は蜂が出てきてくれませんでした。まあこういうこともあります。うん、まあ、離れて矢を打っていくといいでしょう。まあもしくはここら辺ね、ここら辺にいて、こうやって倒すといいです。いや蜂出ないな、ちょっと今回、ああやっと出た、やっと蜂が出ました。うん、まあ蜂もねちょっと気分屋なところがあるので出るとき出ないときはあります。まあとにかく、ここもね結構雪のやつが多いので注意していきましょう。まずはここのね壁の後ろにいて倒すと大体蜂が出るんでそれで安定して倒していけると思います。はい、では
次行きましょう。森の矢筒取っていきます。連射系には森の矢筒ものすごく相性がいいので絶対取りましょう。でここちょっとね、時間を置いて打っていくといい感じに倒せます。でタワーガードが来るんですよ。タワーガードこいつが盾を持ってるときは変更がついてるんですよね。矢を跳ね返してくる。なので矢をまずは盾をまず破壊するような形を、取ってください。いやあめんどくせえ。やばい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 、いたはい、あまり突っ込まない方がいいですけども、でもね、あのエンチャンターは先に倒したいのよ。うん、まあ、今のはこうやって上から行けばまだ安全だったかもしんないね。うん、あまり急ぎすぎないように、焦りすぎないように、それがまあまあタワーの鉄則ですかね。でここ珍しく、ネームドがいます。溺れたネクロマンサーか。こいつがねもう鬱陶しいのよ。うん、なので倒す時にはもう後ろから矢を撃ってください。ここはね矢はねもったいがらずにいいです。どん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 撃って倒しましょう。うん、あいつはねちょっと近接でいくとどうしてもねダメージを受けちゃうんで注意した方がいいですね。はい、クリアです。でここやっと防具を変えます。強化メールですね。ダメージ減少などもついて、さらにクールダウンがついてるのですごく使いやすいです。エンチャントでクールダウン入れましょう。3は入れれないんですけども2あればそこそこいいです。でまたエンチャントポイントが貯まればクールダウン入れていってください。でここも、あまり前には出ずにまずはこの辺で戦ってください。でいつものごとく蜂が出てきてくれればラッキーですね。蜂が出ればラッキーです。まあ、出なかったらまあまあまあぼちぼち頑張るしかないというところですね。でも出なくてもまあいいとは思います。でリープリーフ今回うまいこと挟まってるんだけども、まあ、近づいてくることももちろんあります。基本的には、攻撃に付き合わずに弓で戦っていくっていうのが安全なので、まあ、安全を重視したい人はそうしたらいいんじゃないですかね。うん、で矢がねもったいないなっていう人は、まあ、気をつけながら、近接で倒すといいと思います。うん、このね雪のエリアは基本的に近接では戦いたくない。うん、凍結をもらっちゃうんでどうしてもねあれはね嫌なんですよ。ドンで終わりかな。はい、9回クリアでーす。でここ、何もいりません。ステイですね。で、あ、エンチャントポイント溜まってますね。クールダウン3にしましょう。3と2では、まあ、ちょっと違うので、変えていった方がいいです。で、もちろんここはいつものごとく弓をパワーアップさせていきましょう。で、11回。ここのボスがめんどくさい。うん。特に攻略方法はありません。地道に倒していく。まあ、ほんとそれだけですね。まず最初の、出だし。敵が多いです。うん。この出だしだけ、ちょっと注意してください。うん。一気に真ん中に行っちゃうと、囲まれちゃうので、そこだけは注意ですね。うん。やっぱ風のゴーレム。あいつはね、結構強いので、あいつだけは本当に注意して戦っていってください。まあ森のやつでね、戦うと結構やりやすいので、おすすめです。であとはもう地道ですよ。もうとにかく地道。絶対時間かかるから。うん。そこはもう時間をね、かけて、行ってください。どうしても時間はかかっちゃいます。はい、倒しました。とにかく時間かかります。はい、ということで、
今日は1階から11階まで、攻略やっていきました。次は、12階から何階にしようかな。まあ、20階、21階、そこぐらいまで攻略していきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。